今日は USJ マジカルスターライトパレードがもう終わるっていうことで気合い入れてね、今日は撮影に来ましたよ。まあ、そのために来ましたよ。もうさっきインパッション、もう暗いでしょ。もうこれ夏なのにもう暗い。まあ、カメラね、今ちょっと明るい設定してるんでね、暗くはないんですけども、結構重いのか暗いんですけども、バッチリ映しますよ今日は。だからもうこれね、72泊のこの手ぶれ補正、もうこれキヤノンの第三元レンズでね、エンタさんを今日は撮るぞっていうことなんで、もう後半はもうエンタさんばかり撮ってると思うんですけども、どうだろう、まあ、ケンリッチのこの腕、久しぶり写真撮るんでね、腕どこまで、うまいのかね、下手なのかっていうのはもうすぐもう分かると思うんですけども、まあ、実はね、うまくないです。情熱はあります。情熱を持ってエンタさんをもうマジカルスターライト、もう最後もう見納めになりますんでね、最後のね、なんか猫ちゃんが大好きなんですけども、猫ちゃんを最後まで撮って、で今日は締めたいと思います。なかなか今絵はめっちゃ綺麗。さすがやな、やっぱりね、もうこんなね 70D よりかね、このアルファ5100のこのカメラの方が本当に大好きです。で頑張って情熱を持って最後の最後まで見届けて撮ります。映像の方もね撮りますんで、今回映像は X1000V、 もうハンディカムじゃない X1000V アクションカムでビデオを撮りますんで、そこからの音源を交えながら、ケンリッチが写真で撮った、もうこの、ね、もう72泊のこのこれで撮ったね、撮った写真をスライドショーで見ながら、ぜひ見てくださいっていうことなんですけど、何これ、行くの、今ね、今家族で来てるんですけども、エヴァンゲリオンが20分やって、すげえ、このカメラ持って行くのか。お、すげえ20分やって、エヴァンゲリオン20分かいな。おお、なんか嫌だ。このカメラ大丈夫か。いや写真撮りませんって言いたいけども、いや写真撮りませんよ、もちろん撮らないですけど、なんか言われっぽい。まさか入るとはね。もうとりあえずまあ、見ます。すごかった。先ほどインパしていきなりなんですけども、もう20分で帰ってたんですけども、入ってすぐ入りました。でまあ、エヴァンゲリオン自体は何回か乗ったんで、まあ、ちょっとずつなんですけども内容が分かってきたんで、もう一応でカメラ直さずそのまま入ったんで、思いのかエヴァンゲリオンって結構濡れるでしょ。だから濡れるのもあって、思いのか、まあ、ベチャベチャになりました。専念はしてたけども、カメラの方もちょっと大丈夫かなっていう感じでした。まあでもラッキーでしょ、もう入っていきなり入れたんでね、あ、結構いい感じです。外暗くなってきました、わかるでしょ。もうこのままもうちょっとしてスターライトパレードを写真撮って今日は帰ります。まもなくやってきますパレードね。結構真っ暗ですけども、もう明らかに向こうね、向こうちっちゃいでしょ。ちっちゃい、まだなんですけども、音楽になった時にこう暗くなるのがいいですよねパレードね。なんかすごい楽しみです。結構重いのがね、望遠を持ってきてますんで、近すぎたらねダメなんです。だからある程度は遠くから撮らなあかんっていうのがあるんですけども、やっぱり望遠の方が綺麗に映ります。あ、楽しみ、もう間もなく来ます。
マジカルスターライトパレード見納めになりました。もう悲しいですけども、初め見た時ね、あの音楽すごい感動的でした。それからまあ何回も何回も聞くにつれて、もうあの、まあ、ハモるようになるっていうかねまあ次聞くことはもうないと思うんですけども、次もまた新たな、まあ、ナイトパレード的なものが、まあ、できることを期待してます。よろしければまたその時はバンバンまた行きたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、そうそうそう、県立自体は思いのか、最近はもう動画ばかり撮ってるという、しかもね口角をよく撮ってるということで、まあ口角だから今のねこの望遠がすごくうまいこと、まあ、掴みにくいっていうことで、今後ろもうあの子供たち来てますけども、今ちょっとね写真撮ってね、まあ、続きなんですけども、ちょっと後ろちょっと見ながらね、続きなんですけども、やっぱり望遠写真難しい、動画も難しいんですけども、もうさらに動画は写真はね写真は難しかったです。もうその時なんでね、もうその時瞬間流れ終わったらもうどうしようもないで暗かったりもう明るかったりね、その時のもう周りの状況に、もう動画でしたら、ね、暗くなってもね声が入るでしょ。写真の場合暗かったりね、オーバーなったりアンダーなったらどうしようもないっていうことなんでもうどうでしたかね、もうちょっとケニチあんまり写真ダメねみたいな、もう機材だけは第三元持ってるのにダメねっていう結果になりましたけども今もう息子も走ってます。あでも楽しかった、やっぱりバンいいね、うん、次バン来るときはどうだろう、まああんまりないかな、基本的などっちかやったらもうこの時間帯は家帰ってもうビールを飲みたいということなんで、うん、後ろもうずっと後ろ見てますんでね、まあ、次はもうないかな、あの USJ のボジョレ・ヌーボーの時にもしよろしければ皆さん来て一緒に飲みましょうじゃありませんか以上ケニチでした。お、知らんかったこんなこと、アーリーパークインってのあったんですね。明日の朝一番にこっから入るってことなんですけども、これ初めて見ましたおお、まだまだ知らんことがあるんだな。